んで？接続が悪いかな。え？壊れちゃった。どうして？え？光らんくなっちゃった。なんで？なんで？じゃない、どうしてなの、光らんくなっちゃった。あ、あ、ここが変なんだ。よし、これタブ下げたら、あ、なるほどね、ここのここを上に上げとかんと接続が切れちゃう。あ、あ、あ、どうしたらいいんだろうこれ。いや、あー、これどうしたらいいんだろう。ここを上に上げとかんと一生ならないな。こうやってかけてるよ。ここにかけたい。頑張って。危ない。え、ならないやん。不便すぎ。しかも倒れる、これ多分危ない、結構危ない状態です今。やばい、普通にやばい。壊れちゃった電球が。なんで？まだ1年、1年っていうか何ヶ月かしか使ってなくね？いつ買ったっけこれ。5月ぐらいやったっけな。なんか配信の途中で買った気がする。もう最悪だよ。なんで？でまだ頑張れば使えるって感じ。まあ安かったからね、そもそも多分1900円ぐらいで買って、2000円ちょいぐらいで買った気がする、多分。なんか安い方だったんだよまだ。だからまあしょうがないよね。安いものは安いものでやっぱ壊れやすかったりするから。もう そんなポン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 買えるほどお金ないですよ。あ、てか聞いて、百均さ2回目行った時にね、その明日の、明日もなんていうの、舞台の、舞台って言ったらあれか、学校の方でやってる舞台のやつで、なんか備品を揃えないといけなくて、それを忘れてて私が、あ、やばいと思って買いに行った時にさ、まあ、いろんなコーナーを見てたわけね。そしたらさ、私が今めっちゃ欲しいさ、なんかアホ毛を抑えるやつが売ってあって、でこれさっき、今さっき塗ったんだけど、めっちゃ普通にいい。これ100均で買えるよ。なんか結んだ時さ、遅れ毛とか、まあ男性はちょっとあんま、あの意味ないと思うんだけどさ、女の子をやっぱ結んだ時とかにアホ毛とかが気になる。私とか特にアホ毛めっちゃぴょん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 出ちゃう人だから、あの空いてるからね、髪の毛量が多くて、これめっちゃいいよ。100均に売ってあるんだと思ってびっくりした。あとはなんか可愛いゴムがあったから買ってきた、スウェット生地の。なんかこういう、なんだろうな、髪の毛につけるゴム、こういう可愛いゴム、シュシュみたいなやつ、まあ夏のやつは持ってるけど、これ秋口とか冬とかのやつがあんま持ってなくて、可愛いし、なんか肌触りもいいんで買ってみました。
これで結んだか、こういうゴム、普通のゴムよりもこういうゴムで結んでた方がまあちょっとおしゃれに見えるかなと思って、黒とベージュ。2日からファミマで呪術廻戦のコラボ始まった。あ、え、あれかな、缶バッジ、お菓子3つ買ったら缶バッジ1つみたいなやつ。パソコン見てきたら欲しいタイプが15万円くらい。おお、でもえ、まだ安い方じゃない？パソコンってやっぱまあ高いからさ、一個一個。私はでもこの今ゲームやってるパソコン、あのデスクトップなんだけど、全部合わせて12万ぐらい。ああ、紐が見えちゃった、すいません。なんかさ、最近っていうかさ、あの写真とかさ、こう写真はまあアプリ使ってるからあれなんだけどさ、最近にって笑った時とかよく思うんだけど、私多分ってか絶対太ったよね、顔に肉がまたついた気がする。最悪って感じ。肉がついたんで。うん。絶対太った。なんか最近だってよう食べるもん、間食も、まあ、今日バナナチップス間食した。間食に食べた。なんか甘いものが最近欲しくなって、体がね。なんかそれで今日100均行った時に、スーパーも近いから、そこだからスーパーにちょっと寄って、まあ特に買いたいものはなかったんだけど、寄った時になんか甘いもの食べたいなと思って、したらなんか健康食品みたいなコーナーのとこにバナナチップスってあって、いいじゃんと思ってバナナチップス買った。可愛くなりたいな。五条先生絶対すぐなくなるやん。明日行きたいけどすぐなくなりそう。今なんかチャームだよね、あのキーホルダーだよね、缶バッジじゃなかった、間違った、キーホルダー。なんか1回目がポストカードみたいなやつで、2回目がそういうキーホルダーみたいなやつだった気がする。もう見飽きた自分の顔に。24年間ずっとこの顔と付き合っとるけん、もう見飽きた。可愛くなりたいな。サウナね、私苦手なんだよね、息できなくなる。なんか暑くて、なんか吸ったらさ、あったかいあれがこう入ってくるじゃん、空気が。だからなんか気持ち悪くなっちゃうんだよね、サウナ。あと普通に、なんだろうな、なんか苦手、サウナ苦手なの。だから岩盤浴とかもあんまり好きじゃないんだけど、でも一回妹と岩盤浴、妹に岩盤浴連れてってもらって、なんかそこ温泉も入れるから、なんか岩盤浴と温泉あるとこに行って、
でご飯とかも食べれるのね、そこだから先に岩盤浴行って、なんか寝そべるやつだったんだけど寝てた、ちょっと意外と気持ちよかった。でも暑いところは入れなかった、さすがに。なんか一番暑いとこがあるんだけど、そこはちょっと妹はめっちゃ入ってたけど私はちょっと無理だった。低い温度のやつだったら全然大丈夫なんだけど、温泉行きたいよね。絶対にもう思ったけどさ、絶対に妹たちと旅行行けないよね。なんか行くって言ってたじゃんよ、あの姉妹兄弟で、か兄弟で妹と弟たちと、まあ、大分にいつか泊まりで旅行に行くかもみたいな。で本当は、まあ、10月が一番暇だったから10月に行きたかったんだけど、ちょっと10月は妹と全然予定が合わなくて、11月12月に行けたら行こうって言ってたんだけど、まあ11月はさ結局、まあ前半とかは特にあの10周年とかのリハが入ってくると思うから多分無理なんだよねっていう話をした時に、じゃあ12月のどっかで行こうってなったんだけど、12月も無理だね多分だけど前半の方で行けたら行きたいなって思うけど、うん、こればっかりはどうなんだろう。いやなんかそのなんだろう、遊びに行く施設っていうかところのなんかチケットを無料でもらったから行こうみたいな感じになったの、あの旅行に兄弟でね。でもそれが年末までなのね今年の年末までだから12月中に行けたらって感じで、まあ私がもう本当に12月もカツカツで行けなかったら、まあ妹の友達と行ってもらう感じになると思う。私は行けないって悲しい。クリスマスとか多分一番行けないと思う。寝癖がついてる、ここなんかピョンって跳ねてる寝癖、顔丸いな。なんか去年さハウステンボスあのギリギリまでやったけど決まってたじゃん。でまあなんかあの去年はコロナで亡くなって、今年はまあ多分あのもうひどくならなければみんなと一緒に年越しできると思うんだけど、あの何があれかって、そのまあ大人組はさあの何未成年組はあのまあ時間が限られてるから、まあそれがその時間だからどういう感じでやるのか全然私たちもまだ先のことなんで全然把握できてないんですけど、なんか何時に出るとかそういうのも全然わかんないんですけど、まあ多分年越しの瞬間はその大人メンバー出れるメンバーはいると思うんですよね。だからそっからさ、てかみんな帰るの大変じゃない？
あ、でも帰らないのか、多分みんな長崎に泊まるのかな、車で帰るっていう人もいるのかな。イベントだけ見に来て泊まらずに車を運転して帰りますっていう人もいるのかな、お客さんの中で。なんかそっから、まあ、帰るってなるじゃん、私たちは普通に。そしたら多分長崎から福岡まで帰んないといけないから、まあ2時間3時間ぐらいかかる、車で。まあ今まででもそういう、なんだろう、年越しイベントみたいなのやったことないから、だいたいそのなんだろう、クリスマス公演から、クリスマス公演終わってから、なんだろうな、あのなんていうんだっけ、あの正月休みに今までは入ってたから。くしゃみでしょ。そういう年越しイベントをやるっていうのが初めてなんで、ちょっとなんかどういう感じなのかマジで全然わかんない。え、でもさ、なんかさ、ああいう、まあ、ステージに立つとはいえさ、なんかカウントダウンの瞬間とか動画とか撮りたい。なんか私毎年じゃないけどさ、去年とか動画載せたや、なんかいとこんちでわーってやってるところとか。明けましておめでとうってやつ、ああいう動画撮りたいよね、普通にステージ上で。ステージ上なんかも分からんけどね、多分ステージ上だと思うけど。だって誰かクマくれとった、セリ様さんだ、クマありが、クマ、セリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。うん。でも今年はね、多分ね、正月休みがめっちゃ短いんだよ、いつもより。なんか聞いたのね、正月、今年正月休みってどれぐらいですかみたいな。で、まあ、8からさ、握手始まるから、1月の8、9に入ってるから、そこまでないのかなと思ってたけど、なんかまだその全然わかんないけど、まあその前の日っていうか、もうちょい前から、まあ、公演とかもしかしたら入るかもしんないとは言ってた。でもまだ全然決まってないから、それはまあ期待しないでください。マジで、あ、なんか憶測のやつ、予想です。だからもしかしたらそこまで休みになるかもしんないし、わかんないって感じ。まあでもいとこんちに帰れる時間は欲しいな。なんかいとこんちで毎回、あ、毎年年越しをして、そっからいとこんちの近くの神社の、あの、あ、神社にお参りして、なんかそこいつもその神社のおばちゃんが炊き出しみたいなのしてくれてて、甘酒とあの年越しそばを、まあ、その数量限定なんですけど用意してくれてるんですけど、そこの年越しそばがマジで美味しくて、でも今年は食べに行けない、悲しい。
でもなんか嬉しいよね、10年間活動してきてさ、逆に今までさなかったのがすごくない？そういう、まあ年明けてからその1日にそのなんていうの、福袋をなんかやる福袋イベントみたいなやつはあったけどさ、一緒に年越すっていうのってこういう配信とかでしかなかったじゃん今まで。もう私は配信でもやったことないと思うんだけど、なんか年越してから一段落して配信することとかはあったけど、一緒に年越しっていうのがあんまりなかったから。まあでもどれぐらいあるかは分かんないけど、やっぱ冬休みにも入ってるから、その年越しする時とかって。だからまあ家族とゆっくり過ごせたらいいなと思いますね。お年玉もあげないといけないし、弟たちに、妹にもあげようかな。妹学生だから一応過ぎてるけど、いや、やめとこ。あ、いやでもどうしようかな、あげようかな。私に余裕があったらあげよう 今ちょっと自分の生活に精一杯だから。でも12月はあれね、ん？違う、12月じゃない、1月は半月が経ってショールームのあれとかも入ってくるから。そう、私も学生だけど、そう、私は稼いでるからもらえないから、稼いでるっていうかそのお仕事してるからもらえないから、そんなに別に稼いではないんですけど 毎日必死。必死です、生きるのにカツカツマジで そうだから、まあ、妹はね今、まあ、バイトとかはしてるけど、やっぱ学生なりにこうね、なんだろう、頑張ってる。自分今まではその学生じゃなかったのよ。今までは普通に働いてたから、なんだろう、休みの日は友達と遊びに行ったりとかいろいろしてたけど、今学生だからあんまりこう遊びに行く時間はあるけど、やっぱお金がね、あとあの人はむーちゃんのなんかいろいろなグッズじゃないよね むーちゃんのなんていうの、なんか服とかもいろいろ買ってる。あの人むーちゃんのお母さんだから 神さん、クマのぬいぐるみありがくま。神さん、クマのぬいぐるみありがとう。かゆ 学生は大変だよ。まあでもその分自分のなんだろうな、将来の夢に向かってそういう勉強をするのってめちゃめちゃ大事だと思うよね。すごいなって思うもん、だって。なんか毎回じゃないけど、そのなんか結構テストがあるっぽくて、小テストみたいなやつが。でなんかそれ一番いい単位を取れたらなんか自分にご褒美を買うって、この間 LINE が来てて、「おお頑張れ」って打ってたんだけど なんか他の教科は全部良かったんだけど、一番なんか難しいところは、1個下のランク、すごいことなんだけど、その一番上のランクじゃなくて1個下のランクで落ち込んでた また取れんかったって言っとった 丸眼鏡さん、クマのぬいぐるみありがくま。丸眼鏡さん、クマのぬいぐるみありがとう。なんかさ、でも将来的に私、めちゃめちゃ免許が欲しいと思う、車の。なんか乗らなくてもさ、乗らなかったらでもあれか、もったいないけど 車があった方が何かと便利じゃん、やっぱどこ行くにしても。まあ東京とかだと
電車とかがいっぱいあるからあんまりいらないかなって思う部分もあるけど、なんなら多分東京で運転するのってめちゃ怖そうなイメージ。なんかみんなプーってすぐ鳴らしてくるし、なんかどこ通ったらいいんやこの道はみたいな、いっぱいありそう。合宿なら1週間。そのさ、合宿に行って1週間で免許取れるものなの？難しくない？多分いろいろ詰め込まれるんでしょ？本当は何ヶ月とかかけて取る免許を1週間で取るってことでしょ？いやなんかね、車、どんな車を運転してみたいとか特にないんだよね、私。なんかこの車めっちゃ可愛いとかさ、この車のデザインかっこいいとか、マジで興味ないのよ。なんか別に乗れれば何でもいいって感じ。犬が鳴いてる。そう、移動手段としてやし、なんかやっぱりその、まあ、友達ともし、まあ、ご飯に行くとかなった時にさ、あ、ご飯ってか旅行とかに行くってなった時にさ、やっぱ免許持ってる人がいっぱいいた方が運転変わったりもできるじゃん。その人だけじゃなくて運転変わってあげることとかもできるけど、私今免許持ってないから、まあ、妹ともしどっか行くってなった時絶対に妹が運転しなきゃいけなくなっちゃうから、毎回申し訳ない気持ちで助手席乗ってんだけど。いた。肩甲骨がパキッてった今。よいしょ。じゃん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 。ふみさん、クマのぬいぐるみありがくま。ふみさん、クマのぬいぐるみありがとう。初めて投げてくれたかな、ありがとうございます。ちょっと待って、背中がめっちゃかゆい。こんにちは。筋肉痛なってないよ。なんか毎回やっぱ、なんか最近やと学校で普通に体を動かしてるから全然筋肉痛になんない。そう、でも車のさ
車持ってめんどくさいことってその維持費とかがかかるとこだよね。やっぱプラスでお金がかかっちゃうから、それはちょっとあれだなと思う、マイナスな部分。まあ免許持ってなかったらそういう駐車場代とかもいらないわけ。あ、免許持ってなかったら、うん、駐車場代とかもいらないわけじゃん。うん、ガソリン代も高いし。で、多分今の私の暮らしで、今自分がもし車持ってるとしたら、多分普通に生きていけない。無理無理無理。実家に帰りますってなる。もうこれで追加で毎月、その毎月じゃないな、でもなんかそういうお金がかかることが増えたらもう無理。ただでさえ今結構ギリギリで生きてんのに。かゆい背中が、もう一回かき出したらね止まらんのよね。乾燥かな、髪の毛か、髪の毛がかゆいんだこれ。髪の毛が当たってるからかゆい。痛い。何？充電？なんて言うんだっけ、そういうの、ハイブリッドか？だっけ？いた。今って花粉の時期なの？急な話だけど。まあでも花粉症になったことないからわかんないけど、キモクセイがいい匂いだなーって思うぐらい。ブタクサ花粉？それ。秋と春がすごい、なんか春のイメージだった、あの花粉って。え、年中飛んでんだ花粉って。そうなんだ。私今日多分意味わからん夢見た。あ、夢じゃないかも、あれ。寝ぼけてて、どっちのあれかわかんない。なんか夢の中で、右手のお兄さん指じゃなくてお姉さん指、あ違う、お兄さん指だ、お兄さん指が、中指か、中指がね、なんか痛くなったの、ここら辺が、このなんかちょっと端っこら辺、ここら辺が痛くなって、痛っって言った時にパッて目が覚めたんよ。したら同じように痛くて、右のここが
あれさっき痛いって言ってなかったっけ。まあいいやと思って寝たんだけど何があったんでしょうねでもそれが夢だったのか現実だったのかちょっと覚えてない。いや、ムカデとかで、ムカデとかだったら多分もう今めっちゃ腫れてるよ、手。てか、なんかそういうのじゃないと思う。普通に多分自分の爪とかが当たってたのかなとも思ったけど、全然そういうのじゃない。なんか尖ったものに当たったんかなと思って。放置してる。別にいいかなって。はい、最近マジ全然ゲームしてない。あ、ゲームってさ、一人でやろうと思わないんだよね、私。ね、エーペックス新シーズン始まったね。なんか早くない？10から11までのスパンがなんかめっちゃ早いなって感じた今回ずっとランクやってたからかな。しゅんさん、クマのぬいぐるみありがくま。しゅんさん、クマのぬいぐるみありがとう。いや、前ってか、まあなんかちょっとだけ、ん？なんて言ったらいいんだ、久々に？違う、たまにたまになんかゲームしてるとこ配信してる時あるけど、ほんとたまにしかないね。こまこまさん、クマのぬいぐるみありがくま。こまこまさん、クマのぬいぐるみありがとう。なかなか今日何作ろう。納豆スパゲッティ作ろうかな。納豆が今日めっちゃ安かったの。いつもより10円安かった。なんか特売日だった今日。レフさん、クマのぬいぐるみありがくま。レフさん、クマのぬいぐるみありがとう。インスタ新しいアプリ来てたけど今日試せるかな。え、どうだろう。私は来てなかったよ今日朝見たけど。治んないでしょ多分。治ってくれたらいいけど。うわ、寒い、今日寒い。お風呂に入って温まってご飯を食べよう。わわ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 。
ご飯何しようか迷うよね。いた、これさ、今日100均でさ、なんかあの水を入れようと思って、こういうポンプ式のね、こう前髪とかこうちょっと濡らすときにさやろうと思って買ったんだけど、これめっちゃ蓋が硬いの。毎回指折れそう、これここが開いちゃうんだよね、蓋が。いや、インスタライブは毎日はしてないですね。でも結構最近頻度高い。まあでも言うて、なんだろう、ちゃんとできるかなと思ってやってるから、最近はコメント見れるようになったかなと思ってやってるからやってる感じで、見れなかったら、あ、またできないんやって。ねえ、取れんくなったけど、どうして。不良品や。え、マジであかん、痛い。ああ痛い、絶対親指の骨、親指じゃない、間違った、人差し指の骨がもう、もうこれ蓋捨てようかな。マジ指痛い。なんかしかもね、これシンプルなデザインだと思ったの。さ、なんかいっぱい草が描かれてた。普通になんもないデザインのやつかなと思って買ったんだけど、なんかよくよくレジにね、もう持ってった時にさ、もう置いててさ、でもう会計ってかピッてしてもらってる時にさ、え、待って、これなんか変なデザイン書いてねって思ったけども、なんか、あ、やっぱりやめますとかいうのなんかもう言えんくて買ってしまった。まあ別に誰にも見せるわけでもないし、いいかなと思って。たまにさ、なんかこう、どうしてこうなったみたいな前髪になったりするから、そういう時にこうしてドライヤーで朝こう乾かしたらいい感じになるかなと思って買いました。これに水入れなきゃ。やばい、鼻水が。口の色もないし、なんかもう顔色ないな今日。前髪の水、もうこういうのに、あの、これのもうちょっとちっちゃめのサイズとかで化粧水とか入れたら、こんままプシュプシュプシュってできるよね。お泊まりの時とかめっちゃいい。こっちの親知らずを早く抜きたいんだよね。でもなんかもう時間ないなって抜きに行く。予約もさ、なんだろう、予約も1時間を見込んで取らないといけないから、なんか全然予定が合わなくて。なんか全然歯医者に連絡できてない。次またこっち抜かなきゃいけないのに。歯医者行きたい。いた。なんか生え方的にはまっすぐなの、全部親知らず。あの、ありがたいことに
ただあんまりそんなになんかめちゃめちゃ出てるかって言われたらそうでもないから、埋まってるっていうか、まあ、出てはいるけど半分ぐらいだから、まあ、ちょっと歯茎を切らないといけないかなって感じ。いや、こっちも歯茎切ったよ、ちょっと埋まってたから。でも全然痛くなかった。終わった後はやっぱ痛いけど腫れるしね、めっちゃ。完治はワイは抜いてまだ1ヶ月ん2ヶ月も2ヶ月経ったけど、まだ完全に穴が塞がったわけじゃない。でも明らかにちっちゃくはなった。まだちょっとご飯粒が詰まるかなぐらいの穴は開いてる。でも最初に比べたら全然こっちで噛めるようになったよ。最初はもうなんかこっちで噛むのもちょっと違和感やったし、やっぱ開いた穴にご飯粒とかいろいろ入っちゃうから、全然ずっとこっちで噛んでたね最初は。でも今はもう全然噛めるこっちで。でも親知らず抜いたら自分の好きなものが食べれないから嫌なんだよね。食べることだけが楽しみなのに悲しい。でも顔がちっちゃくなると思えば。こっちの方が今出てるから、こっちも。言うて今顔が太ってるからさ、どっちがどっちとか分からないぐらいあれな、同じなんだよな。抜いた後は長いけど、やっぱ明らかに顔がシュッてなったのは分かるし、やっぱりなんだろう、絶対に虫歯になっちゃう歯だから抜いてた方が絶対いいと思う、私はね。しかもさ、出てきたらやっぱ意外とでかいのよ、マジで。ちゃんとした歯、しかも根っこっていうか、こういう感じの歯、マジびっくりする。え、こんなでっかいのが埋まってたん、そりゃ顔もちょっとでかくなるわなって思う。場合は40分から始めた。虫歯になるとたまらなく痛いらしい。まあそうだろうね、磨きにくいところに生えるしね、親知らずって。奥歯って一番磨きにくいから。眠くもないのに眠いと錯覚してしまう、あくびすると。虫歯にはなってない全然。酸素足りてないのと、なんか考えて喋ってるから、脳を使ってるから脳に酸素を送れーって言ってるね。なんか今日めっちゃ寒い。なんで、しかもちょっと鼻声なの嫌だ、ダルメシアン。まあでも明日も、明日は学校ですし、明日は仕事なんで頑張っていきたいと思います。顔丸、マジでなんかやだな。
シンプルに嫌だな。うん、学校と仕事ごめんわ。終わろうかな、そろそろ。お昼寝はしてないよ。てか今日結構ね、何度寝かしたからお昼近くに目が覚めたんだよね。あの一回7時20分に起きたでしょ、そっから8時ぐらいにまた目が覚めて、またちょっとポワーって寝てて、さ8時50分にまた目が覚めて、うん、で寝て、寝てはないか、あれどうなんだ、なんかポワーってしてた時にピンポーンってなって、あ宅急便来たと思って、な9時14分ぐらいだったかな、それが。で宅急便から荷物を受け取り、また寝て、何時に起きたっけな、今日11時ぐらいに起きた。でそっから、まあ、1時間ぐらいちょっと携帯触りながらゴロゴロしとって、12時にはお布団出た。あ、洗濯物干さなと思って。だから結構寝たよ今日。なんかポワってしてる時間がまあ多かったけど、なんか寝たか寝てないかよくわからない時間、まあ5度寝ぐらいした。なんか全然7時にもう目が覚めた時さ、なんだろう、なんかまあ普段もその時間よりちょい遅めぐらいに起きてるから普通に目覚めたんだけど、さすがに休みの日にこんな時間に起きてもすることないなと思って、結局多分昼ぐらいにまた眠くなっちゃうと思うから、もう一回寝ようと思って寝た。なんかさ、今まではさ結構ロングスリープだったのにさ、今全然だよ、普通に目が覚めるっていうか、何もアラームもかけてないのに。遅い時で8時台ぐらいに目が覚めて、早い時は6時台に目が覚める。うん、すごいよ。だからワイは今までもう絶対に朝は起きれないタイプの人間だなって思ってたんだけど、やっぱ人間変わろうと思ったり、そのなんだろう、なんていうの、環境が変わったりするとやっぱ変われるんやなって思った。自分で起きれたりするんだなって。今日は洗濯物も干せたし、掃除機もかけられたし、大満足です。うん、環境変わったよ。だって一人暮らしだもん。今までは実家暮らしでやっぱ甘えてたんだなって思った。まあ学校に行ってなかったっていうのもあるけどね。だったら学校行ってなかったらさ、普通に仕事ない日とかは平日もうずっと休みじゃん。だからまあ普通にゴロゴロしてたりとか、ずっとゲームしてたりとかしてたけど、今はもう完全に月曜から金曜までは絶対に学校があるから、昼まで。だから、まあ、それもあると思う。ちょっとマジ鼻水が。
色な口の色が取れてきた。そろそろ終わろう。みんなありがとうございました、こんな時間まで。ランキングを読みたいと思います。13位ついてるさん、12位中野のけんじさん、11位いけぽんさん、10位すずともたんたんさん、9位ほえいさん、8位まいこちゃん、7位ふみさん、6位こまこまさん、5位レフさん、4位セリ様さん、3位丸メガネさん、2位神さん、そして1位がしゅんさんでした。ありがとうございます。はい、その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテムも投げてくれた皆さんもありがとうございました。また明日も配信します。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。